豊中市立新田小学校は大阪府豊中市場新田2丁目にある公立小学校旧三島郡新田村の小学校として発足した1958年の新田村の廃止に伴い豊中市立となった1960年代までは農村部に位置していた小規模校だったしかし里ニュータウンの開発に伴いニュータウンと隣接している 同校校区でも人口が急増したため学校敷地が手狭となり1973年に現在地に移転した。現在では住宅地の中にある学校となっている。1973年まで使用されていた旧校舎は1900年建築で純和風の木造建築校舎として保存されている。旧校舎は大阪府の有形文化財に指定され毎年秋に 一般公開されている。明治時代初期の学生発布に伴い、1873年6月5日に、地域の15家村が合同で、三島群編山村に、第8区第5小区第1番片山小学校を設置した。その際に上に行った村にも文校を設置した。2年後の1875年5月に独立校となり、上新伝小学校と称した。 その後学校制度変遷による解消を経て、1888年12月1日には、三島郡新田尋常小学校となった。1900年10月23日に、新田村大技城、新田2073番地に移転している。新田国民学校の名称を経て、1947年には、新田村立小学校が発足した。 三島郡新田村は1953年7月1日付で、豊中市と水田市の領地へ分割編入されることになった。学校所在地周辺は豊中市となり、学校の名称も豊中市立新田小学校と称した。一方で、旧新田村の内水田市に編入された地域については、水田市立地里第二小学校の校区へ編入されている。 1960年代までは一帯は農村地帯だったが、1960年代以降、学校周辺で地里ニュータウンが開発された。学校のある上、日田地区はすでに集落があったために地里ニュータウンの開発計画からは外れていたものの、ニュータウンに隣接する地理条件から高区でも宅地化が進んでいった。従来の校舎では手狭になったため、 1973年4月5日に豊中市場に行った910番地に移転している。1984年には従来の校区を分離し、豊中市立に行った南小学校が開校した。上新殿3から4丁目在住の2から5年生が、に行った南小学校へ転出している。ありがとうございます。